んばんは。今夜も始まりました山岸マリナの唯一無二。この番組はですね、50分間生放送でお送りいたします。コメントも受け付けておりますので、どしどしお送りください。はい、ということで今日もですね、舞台の稽古をしてレコーディングしてやってまいりましたよ。なんかいつも来るたびに稽古してますって言ってる気がするけど、ありがたいですね。こうやって何かお仕事いただいて誰かに見てもらえるというね、幸せな時間ですね。いや、そしてですね、今日のゲストさんはですね、1回だけ、まだ1回だけなんですよ。でも1回だけ対バンさせていただいて、なんかね、あ、仲良くなれるって思ったし、すごい、なんだろうね、いつもなんか同じこと言うの嫌だけど、同じこと言うぐらい皆さんいい人なんですよ。なんでしょうね、この縁は。はい、それでは今日のゲストさんを呼びたいと思います。奇跡イレイさんです。どうぞよろしくお願いします。お座りください。ありがとうございます。それでは改めて自己紹介をお願いします。静岡県出身を中心に今音楽活動しています。全部カタカナで奇跡イレイです。よろしくお願いします。お願いします。名前めちゃくちゃ珍しくないですか？そうですよね。あの、こう対バンとかさするとか、うん、全部カタカナってすごい目立つんですよ、うん、ね、あの奇跡レイ、奇跡レイで、どう思いました？ぶっちゃけ、え、すごいかっこいいなって思いました。かっこいい？あ、よかったよかった。逆にどんな方が来るのかなって思いました。あ、奇跡レイってなんかユニットなのかバンドなのかちょっと分かんないですよね、うん、どっちか分からなくて。でもカタカナで奇跡レイってなんか奇跡っていうフレーズが入ってるっていうか、うん、その名前ってあんまないじゃないですか、うん、ちょっと強気だよね、自分の名前でさ。奇跡芸名ですよね。そう、レイっていうのが本名で、 あの奇跡レイになる前、レイっていう名前でね、実は活動してた時期があって、うん、で、あの事務所にね、あの前事務所入ってたんですけど、そこの事務所入る時になんか名字とかつけたいなって、やっぱレイだけだとね結構検索負け。レイでやってたんですね。そうそう、 REEI でレイっていう名前でやってて、シリとかも出してたんだけど、はい、まあでもね、これからどんどん活動していくにあたってやっぱ分かりやすい名前ってすごい大事だから、名前変えようってなった時に、私の、ね、オリジナル曲で奇跡って曲があるんですよ。それがすごい定番でライブでも盛り上がる曲だったので、ちょっと名字にね、うん、つけたらなんかちょっとまとまりが、すっごい名前で、しかもなんか言われたんですけど5文字っていらしくて。あ、そうなの？奇跡レイって5文字ですよね。え、そうじゃん、山岸マリナも5文字じゃんですね、うん、あの漢字。イエイエイエイ、え、そうなんだ、知らなかった。そうらしいです。へえ、覚えやすいし語呂もいいらしくて、うん、音がいいじゃないですか、タタタタタみたいな。うんうん、確かに。え、そうなんだ。じゃあもうバッチリですね。バッチリだね。それも奇跡ですね、やっぱり。奇跡だね。じゃあさ、なんかちょっと自己紹介から喋りすぎちゃったんですけど、皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。いや、このお仕事始めたきっかけって何ですか？もともと歌をね、はい、歌が得意だったとかピアノ習ってたとかそういうのはなくて、あの実はね、路上のシンガーさんを見て、うん、もうね、次の日にはこう、うん、ネットでどうやって活動するんだろうっていうのを始めてて。え、その人がすごいんですか？その、あのね、路上ライブしてた方がすごくてとかじゃなくて、なんか今調べたらあんまり活動されてなかったんですけど、うん、あの当時ね、私あの高校卒業したばっかりで、実家のね、家庭の事情でもうすぐね、働かなきゃなみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ働いてたんですよ、うん、で、一人暮らししてたんですけど、東京来て、うん、してた時になんかやっぱり高校卒業したすぐの子が働きまくるってすごいストレスだったり、やっぱ寂しかったり、いろんな気持ちがあったのかちょっと病んじゃってたんですよね、こう心身ともに。大変ですよね。でね、なんかもう病院とか行くぐらいも病んじゃって、行った帰りにね、路上の日渡りの方がいて、なんかね、心に響いちゃって、あ、でも落ちてる時にも響いちゃってるのもあるかもしれないけど、それで実はね、私その時もアニメとか歌とかもちろん好きでライブ見に行ったりとかしてたんですよ、有名な声優さんとか、アニソンシンガーの方とかライブ見に行ったりとかしてたのもあって大丈夫ですか？盛り上がっちゃった、盛り上がっちゃった。で、なんか自分もね、なんか歌ってみたいなと思って、うん、ちょっと喉変なんだけど、なんか飲めます？ ありがとう、うん、すいません、マリナちゃんのファンの方関節キスでございます、うん、ありがとうございます。それはもう、あー
やったー、おいしい、やった、今日はいい日だ、おいしい。そう、それでね始めたのがきっかけで、はい、最初はねなんかこんなになんかオリジナル曲を作りたいとか、なんかそういう具体的な夢ってなかったけど、うん、気づいたらねもう今5年ぐらい活動してるんですけど、すごいですね。うん、なんかそうなんか本当急に始めたんですよ。うん、え、まりなちゃんは どういう感じでこの世界入ったんですか。いや、すごい長くなっちゃうんですけど、はい、簡単に言うと、うん、まず応募とかその劇団入ったんですけど、うん、それはお母さんが応募して、あでやってって一回辞めたんですよ、うん。学校行かなきゃと思って、うんうん、で辞めたんですけど、やっぱりやりたいと思って、うんうん、でまた自分からやりたいですって言って始めて、うん、でもその時高校だったんですけど、高校の時にはもう大学行かないでこれだけやってくって決めてたんで、うんうん、大学行かないで、うん、でアイドルちょっとやって、うん、で始めたって感じですね。だからきっかけはお母さん、もうお母さんで習ってみたらすごい楽しくてみたいな、ね、だからそれまでずっと水泳やってたから。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だからお芝居とかそういうダンスとかも全然やってなかったから、うん、あれぐらいで。なんか水泳やってて良かったことあった？なんか水泳、もうやっぱりスポーツってめちゃくちゃなんか、うん、根性つくというか。わかる。根性超大事だよね。この、そう。このソロで活動するのって。そう。そう。もう根性でしかないぐらい根性大事だよね。だってステージ上一人じゃないですか。一人。何があっても自分で対応する。ボケツッコミ自分でやるぐらい。うん。もう変なさ人がいようが、変なチャチャを入れられようがね、うん、もう一人でも負けない折れない心でやり続ける、やり通すことがね、そうやっぱね大事だからね。わかる。私バスケやってたんだけど。あ、やってそうですね。本当やってそう。なんかファンの人には吹奏楽部でしょみたいな、あの消去法、多分あのまあ運動できなさそうだし、いや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 とかの多分消去法で吹奏楽部だったんじゃないのみたいな感じで、綺麗系ですもん。やっぱなんかフルートとか吹いてそうで、本当に。でもやりたかったな、楽器とか。今さ歌とかやるんだったら、なんかその子供の時楽器とかやりたかったなっていうのはねちょっと思 う, うそ。でもやっぱ根性あってよかったな。バスケやっといてよかったなみたいな、ね、水やっててよかった。よかったです。よかった。根性なんかどっちかっていうと自分との戦いになるじゃないですか。なる。トレーニングとかも。そうだね、やっててよかったなって思います。へえ、意外だね水泳やってるの。あんまり本当1回しかね対バンしたことないから。そう、なんかそれこそ吹奏楽部じゃん。あの、いや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 、ね、綺麗でさ、なんかいや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 、トゥルルルルンってやってそう。あ、ピアノをやってましたけどね。へえ、そうなんだ。へえ、このなんか、うん、この曲好きだっていう質問したじゃないですか、うん、うんうん。で、何が好きですか、好きな曲。初めて、そう、質問がね、一応こう事前に教えてもらったんですけど、あの、生まれて初めてこの曲好きだって感じた曲は何ですかっていう。私がね初めて買った CD はオハロックなんですけどそれはオハロック知ってる、あのシンゴママのやつ。でもあれがいい曲だと思ったかはちょっと覚えてないので、それは置いといて。流行ったんちゃ流行った、流行った。あのキンキキッズさんのフラワーって曲わかるかな。ララ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 。お母さんがね好きで車とかでずっとかけてて、子供ながらにすごい、なんかすごい、まあ、子供の時だからまだそんなこう夢を追いかけたとかそういうのなかったけど、なんかこうその曲聴きながら頑張ってるお母さん見てるのがなんかすごい頑張ろうってなんか子供ながらになんか思ってた。それすごいですね。そうそう、母子家庭でさ結構お母さん大変そうだったんだけど、この曲曲とかね聴いて頑張ってたのを見て、なんか私も好きになってた曲ですね。やっぱお母さんが好きで、その好きなお母さんが聴いてたから好きになったっていうの、まあ、多分そう。他のね KinKiKids の曲別にそんなに知らなかったり、そうそう、やっぱ子供の時ってね、あのお母さんとかお父さんが聴いてた曲がさこうになんか影響受けやすいですね。そうだよね、もうそれしか聴かないもんね。だってね、まだ選択肢がないですもんね。そうそうそう、何聴いてました、子供の時。私はあのその時に流行ってたのが世界に一つだけの花とか、サープさんの、うん、とか、あとあの誰だっけ、どんな時も牧原さんとか、あとドリカム、うんうん、ドリカムツールのあのなんだっけな、なんだろう、何度でもとか、あですねとか、うん、なんだっけ、大阪ラバーズ、そうとかですね。なんかあの日曜日に掃除する時間があって、家族が、うんうん、家の話そう、日曜日学校みたいな、ね、学校みたいで、なんかさ、うん、日曜日は絶対に掃除するって時間があって、うんうん、でその時にいつもその曲を流しながら掃除してたんで、うん、なんかその曲聴いたら、あ、掃除しなきゃみたいな。あ、本当。じゃあ今もそれ聴くですね、掃除しますね
掃除しながら聞く、本能的に掃除しなきゃみたいな。そうだから今も掃除するときは、まあ、曲は違くても、うん、曲流して、やってみよう。私掃除全然できない。曲流したら元気になってやりますよ。本当なんか懐かしい曲とか流したら懐かしさにこう浸り出してアルバム見始めちゃう。余計進まないんじゃないかみたいな。なんかね、人間ってこう、うん、集中したいときに歌詞のある曲聴くのよくないんだってよ。聞いたことある。なんかマルチなこうなんかなんていうの、はいはいはい、こうなんか2個同じことはできないんだって。やっぱこうちっちゃうから、なんかインストの音楽とかの、はいはいはい、なんかこう洋楽とかもですもんね。そうだね、意味わかんなそうな。そうだ、意味わかんないやつ聞けば、うん、意味わかんないじゃん。そう、あの音楽としてのみね、言葉は入ってこないものを聞かなきゃ。でもできるんだもんね、あの好きな曲を聴きながら掃除できますね。本当やるよ。できなかったら LINE するよ。え、怖い全然掃除進まないんだけどって。そう、クレームが来る曲変えてくださいって。なんかそれって男性脳か女性脳かで違うらしくて、うん、どっちがどうなの。男性脳の人は一つしかできなくて、女性脳の人は例えば電話しながら何かメモを書くとか。まあ、男性の方仕事してるからできるって思うんですけど、なんか違うらしくて脳が。へー、女性脳が多いんじゃないですか、仕事できる人は。あー、2個ぐらいだったら同時に、うんうんうん、ちょっといいこと聞いたけど、自分が男性の側だったらね男性の側ですね。そしたらね、全然できないと思う、2個同じこと。でも地図とか読むの得意ですか。いや全然。あれ、あのね、地図回しちゃって、あ、駅後ろだから駅後ろにしようって地図あのスマホごと回して、はい、なぜか反対方向に行っちゃうの。あれ何に。でも分かります、それ女の人ってそうらしくて。あれおかしいよね、駅後ろにした、うんうん、スマホも駅後ろにした、うん、なんで逆に行くんだろうね。でも元々反対側に出ちゃってるとかじゃないですか。そうなの。北口となんか、ね、南口間違えたみたいな。あれ本当に困んない。わかります。わかる、わかります。どうですか、今日来てる方地図回す人。あ、いない。男性なんですよ。じゃあどうやって見るの逆に。あの地図回さないとしたら、だってそのまま一発で行く感じ。もう見た地図と自分の立ってる位置違うんだよ、うん、どうす今って矢印とか回ってくれるじゃないですか、うん、それもなんか時差がありすぎて。そうなんだよ、今なんかこっちで見たのが合ってんのか、こっちで立った時に合ってんのか分かんないから、もはやあれ意味がないですよ。意味ないよねあれね、うん、なんちゃらマップさん。みんなめっちゃ苦笑してて全然伝わってない、この分からない地図分からないやっぱ男と女の違いですね、それ。違うんだねやっぱりね、うん、男の人は地図とか強いじゃないですか、やっぱり。うん、だからかもしれない。だから男の人と一緒に行けばいいんですよ。あ、なるほどね。本当ね、地図必要な時は困ってますいつも。うん、ライブハウスとか大変じゃないですか。ライブハウスはね本当に大変。あの活動を始めて一番最初にぶち当たった壁がライブハウスの場所とか入り口といっても過言ではない。なんかもうそこからもうライブハウス入り口が、うん、そもそもこうなんかなんていうの、ドアがね何人も道路にあるとは限らないの。こう地下に行ってドアがあるとか、あの到着してますって言ってるけど、うんうん、到着してるんだけどそこのとこ側にドアがないとか。あー、わかります。本当こっち側だったりとか。そう、なんか何なんでしょうね、あれはすごい。いや、わかりやすくしてほしいですよね。そう、入り口さ、もはや世界中の入り口全部一緒すればいいじゃんでそれでさ、番号さつければいいじゃん。確かにダッシュとかつけて、なんかそしたら無限大に、わかりやすい。そしたら地図も書きやすいじゃん。そうしよう、もう私総理大臣になるよ。あの国変えてくわ、それで。そうだよね、うん、女性のね、女性が地図読めないからやっぱり。私ライブハウスはね本当に迷ってて、あの、うん、入り口がね、しかもあの演者さんにしか分かんないと思うんだけど、演者さん用の入り口とか、はいはい、関係者用みたいな、あのそれだけだったらまだいいんだけど、ステージ用の入り口っていうのが外にあるライブハウスとかって、あの外を回ってステージの袖に行けるっていうのがあって、はい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 、昔ねどうしてもつけないライブハウスが新宿にあって、うん、やっと見つけたなと思って入ったらね、なんかリハーサルをやってるステージの上だったの。え、もうもろドア開けるとステージみたいなとこがあって。そんなとこあるんですね。もう恥ずかしかったよ、これキャリーバッグ持ってさ、あのリハーサルの邪魔みたいな。いやいや、であれ、あ、ここってなんかここしかドアないですよねぐらいに言ったら、いや上にあるよみたいな。その時あれですね、あの前にやってためちゃイケって番組 の、 あの、うん、ガラガラって開けたらテスト受けるみたいな、えみたいな。あ、そういう、もう本当そういう状態だった。そのレベルですよね。もうびっくり、なんか想像と違う景色が、うん、えみたいな
っきりかなみたいな。そうそうそう、まあ、それがね、本当ライブ始めて大変だったことの一つも場所。しかも見えないですもんね、窓とかないから。そう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 、中が分かんないから。そうそうそう、音もさ、そう、ね、ちょっと聞こえても、どこから漏れてるレベルのその音量なのかみたいな。え、ファンの方ってさ、入り待ちとかしてるときリハの音って聞こえるの？聞きたい。でもそういう聞こえる人、あ、聞こえるんだ、やっぱり。聞こえるんだね。え、そうなんだ、それでバレちゃうんだね。え、ちなみに私この前6月9日にワンマンライブやったんですけど、その音漏れ聞いた人はいる？あ、なんだ、聞いちゃったんだ。バレちゃってる。瀬取り分かっちゃうやつ。え、どんぐらい、どんぐらい聞こえた？ドア開けた時にバーンとこれ閉めたら聞こえなかった。あ、そう、スタッフさんのね、出入りがあったから。はいはいはい、そうだ、それだね。じゃあ全部は聞いてないんだ。じゃあワンマンお疲れ様でした。 ありがとうございます。そう、実はね、6月9日にあのワンマンライブやったんです。私1月から3月まで初めて活動休止っていう形を取ってて、うん、あの3月からフリーでね、活動を再開しました。うん、でね、その再開した日にもうね、6月9日のワンマン発表して、うん、そうそう、すごいね、不安だったんだけど、やっぱり、まあ、いろんなことがある中ね、また歌を選んだから、うん、自分の歌いっぱい伝えられる場所をね、やっぱりこれからいっぱい作っていきたいなと思って、まずワンマンやろうと思って、ワンマンやりました。でもあれですよね、じゃあ活動休んでる時に、うん、やっぱまたもう一回やりたくなったっていう歌を。最初はね、もう活動できるかどうかなんてレベルじゃないぐらい、もう精神的に参っちゃってたりもしたんだけど、やっぱ時間が経つにつれて、恐る恐るツイッター見たりすると、自分のファンの人のプロフィールとかにやっぱ自分の名前がまだ入ってたり、レイターの再会待ちって書いてたりとか、なんかそういうのとか見てると、やっぱりなんか活動再開まではいかなくても、絶対最後のライブは作んなきゃって思いながら、ちょっと回復してって、体調とかで、そうやって思ってるうちに、やっぱ歌作りたいし、やっぱやりたいことまだまだあったなと思って、そう思って始めました。またなんか時々やめちゃったりとか、活動休止してもやっぱね、応援してくれなくなっちゃう人も中にはいるじゃないですか。そうね、でも待っててくれたっていうのが、待っててくれた人がほとんどだと思います。なんか、そう、私がまあ分かる範囲では、なんかその活動休止したからさよならって人は一人もいなかったですね。自分がファンだと思ってる人のツイッターも全部見たぐらい見たんですけど、なんか、なんかもうレイタンいいやみたいなことをね、書いてる人なんてもちろんいなかったし。素敵。じゃあ皆さんのおかげっていうか、そうだね、やっぱり待ってくれる人がいなかったら、あ、自分ってそんなもんなんだって思っちゃったかもしれないから。そうそう、だからやっぱ大事だよね、発信するの。ファンの方もやっぱ好きなところとか、やっぱいっぱい言ってほしいなって思いました。だからみんなが思ってるよりも、アイドル側というかこのね、演者側はみんなの力って大きいの、本当に。なんかみんなって言ってるけど、それは一人一人に対してですもんね。そう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 、一人一人にさ、そんな全部にリプスとかってさ、なんか言うのもあれだから、結構ブログとかにみんなって書くけど、本当に一人一人に対して思ってることですね。気持ちはみんなに返してるけど、そうだね、一人一人にね、やっぱ送っちゃうとね、タイムラインとか、ね、告知とかぐちゃぐちゃになっちゃうからできないけど、やっぱり本当に日々ね、一人一人に力もらってるなって思った休止期間でしたね。素敵ですね。なんか始められてよかったな、本当に本当に。え、新曲とか出すんですか？じゃあ、そう、6月の9日のその復活ワンマンって一応名付けて、ね、やってたんですけど、そうそう、あの対バンライブは3月から6月の間も出てたんだけど、まあ一応自分の中ではやっぱ新しい曲作って、新しい体制でワンマンしたとこが新しいスタートだって思ってたので、6月9日に新曲3曲発表しました。すごい3月にね、再開して6月にね、3曲発表。なかなかね、大変な日々だったんですけど。ですよね。じゃあその活動休止中に、休止中はね、あんまり動けてないので1曲だけ、まだ始めるかもちょっと曖昧だけど、なんか今この心境で曲作ったらどんな曲になるかなって思って、1曲作曲家の方にお願いして、まあ、こういう曲でって言って自分で歌詞つけて書いた曲があるんですけど、あと2曲はね、もう猛スピードで作りました。すごいですね。もう猛スピードだったよ、本当に書けるからすごい。歌詞書かないですか？いや、まだ書いたことなくて、書けって言われても書けるかどうかが分かんない。書けるよ。きっかけがないとやらないじゃないですか、そういうのって。ですって、マネージャーさん、書けって書けって、きっかけがあればそういうこと書く。そうですよ。振りになっちゃった。やっぱでも書くとね、経験値が上がる感じします。なんか自分で責任持って書いて、ライブで人が聞いたらどうなるかなとか、人がなんか聞くっていう前提でしっかりこう
作り込んでって、でその曲がさ盛り上がったりとか、みんなの中で熱い曲になったりとか、ワンマンとかやってこうなんだろう、なんか思い出がさその曲に重なっていくと自分の自信になるし、そうそう、なんかすごい経験値が上がる。まあ下手かもしれないし、私もわかんない、旗から見たら私の歌詞下手かもしれないとかあるけど、でもやっぱ自分の自信になったりさ経験値になるっていうのはね、やっぱ大事かなって思う。なんかやりたくなっちゃう、うん、やれって言われればやりますけど、ね、だそうです。自分からやると言わないけど、やれって言われたら全然ありますけど。どういう曲が好きなんですか。私は結構ロックが好きなんで、うん、バンドとか好きなんで、そういうなんか激しい曲が好きですね。でも初めから書けるのかなみたいな。ね、難しいよね。私も思い立ったらバーって書けるんだけど、分かんない時は分からない、分からないってなっちゃう。降ってくるって言いますからね。まあでも本当にあのサビの例えばなんかどこか5文字とかだけ降ってきたらもう、うん、もうバーって書いちゃう。すごい、このフレーズで。そうそう、なんか一番こうキャッチーだったりサビを締めるメロディーだったりとかあるじゃん、うん、なんかそこにはまる言葉とかできると、うん、なんかファーって、あ、まあ、順番違うって言いますもんね、人によって、うん、サビに向けてこの A メロとかサビつけるとか、最後に向けて作ってくるみたいな。ね、むずい、何が、ね、合ってるか分かんないけど ね、どうですか、キセキレイの新曲良かったですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、こうやって、ね、今度対バンしたら聞いてください。あ、聞きます。あの結構ね、自信作なので、聞きたいです。よかった、楽しみ楽しみ、うん、何ですかこのカノープス。そうそう、その休止中に書いた、うん、本当にみんなの前で歌えるかもわかんないけど作った曲がカノープスっていう。どういう意味ですか。あのね、冬の星の名前なんだけど、うん、あ、星の名前。そうそう、すごいね、見つけにくい星らしくて、そうそう、なんかね、こういうね活動してるとさ、やっぱとにかく多いじゃん、やってる人も多いし、うん、ライブも多いし、うん、本当にね出会えたりとか見つけてもらえるのってすごいことだなと思って、見つけてもらえなくてもでも私は頑張って輝き続けたいなみたいな気持ちをね込めて書いた曲です。私はね結構人生の転機が冬に訪れやすくて、活動始めたのはもう冬にその路上アーティストを見かけて、そうだから結構冬の曲がね多いんですよ。でもねこの曲実は8月11日にまたワンマンやるんですけど、うん、その日に発売するんですよ。やったね、そう、皆さんは。そう、でもね冬の曲だけど、まあでもね、うん、夏にね発売してもいいでしょ、ね、うん、ね、いい曲はいつでも聴けるから。そうだよ、うん、そう、やっぱりね歌またさ、あの覚悟決めて始めたからには自分のやりたい曲、歌いたい曲とか伝えたい曲、とにかくこう歌をねみんなにこうみんなが聴ける状態、聴けるライブっていうのをいっぱいやりたいなって思って、怖いけどね、めっちゃ怖いけどね、 CD 自分一人でさこう作るってなって、うん、いろんなとこ連絡してさ、うんうん、ね、もしなんか入稿があれで当日できないとかももしかしたら、ね、あるじゃん、たまにそういうの聞くじゃん、うん、ありますもんね、そういうのあったらごめんね。ごめんね、まあまあ次また次っていう感じで、そう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 、まあ、でもないようにねちょっと早め早めにやってるので大丈夫だと思います。え、じゃあ歌やっていきたいってあるじゃないですか、うんうん、それ以外にやりたいこととかあるんですか。それ以外、うん、歌以外か、うん、なんだろうね、私あの、まあ、趣味の範囲だけどピアノとかやりたい。へえ、ワンマンとかで1曲ぐらい弾ければいいかなぐらい。あ、弾き語りとかでもやってそうですもん。本当、全然、ほんと猫踏んじゃったくらいしか可愛い弾けなくて、あれはね全部ね、本当あれじゃん、左右対称じゃん、で全部大体。そうですね、超簡単。そうそうそう、それでもちゃんと弾けるようになりたい。趣味のね範囲で、あとミシンとかやりたいよ。すごい、女子、あの衣装とかさ今は作ってもらってるんだけど、うん、なんか自分でさなんか気に入る小物とか作れたらいいなとか、うん、でもこの前も対バンした時に着てたのも、うん、あれはじゃあオリジナルで作ってもらった。あ、そうです、元はね、でもあの前から着てたドレスがあって、それすごい気に入ってたから、うん、あの復帰のライブに合わせてちょっとこう私の好みに直してもらったやつ、うん、すごい可愛いなと思って見てました。あ、本当にあれいいよね、可愛いです。そう、見たことある人いるかな。あ、自分、私のファンはね知ってると、まあ、多分みんな見たことあるはずですね。そうそう、青いドレスみたいな、うん、そうそう、やっぱね衣装とかも今全部自分でさこうイメージ、曲のイメージとかと合わせて
衣装どうやって決めてるの？私は、うん、なんかその日の気分ですね。あ、本当に、うん、なんかあえて私服で着たりする時もあるし、うん、ファンの人喜ぶもんね、私服も意外とね。あ、ね、うんうんって言ってる、うなずいてくれる嬉しいねとか、うん、あとはなんか作っていただいた衣装とか、なんか初めの頃着てたんですけど、うん、なんかどっちかっていうと飽きちゃうんですよ、いつも。あ、うん、だからでも、ね、あえてそれを着てきたいから、うん、なんか中間に違うの入れて、またその前に着てたのを着るみたいな。あ、やっぱね、大事。こう、うん、毎回同じだとね、うん、あれだしね、お互い飽きちゃうと思うし、うん、見てる人、コアなファンの人はね、うん、毎回見るからね、だかよってなっちゃうなんない、あんまなんない、同じでもいい、1年同じでもいい。私1年で100回ぐらいライブ多分やるんだけど、いいの、本当にいいの、本当にいいの、なっちゃうよ。いや、レイタンさすがにって、ね、うん、1回ね、ちょっとそれは話し合っていただいてコメント読みます、うん、この飲んでる姿もって、あ、何ですかこれ。あの、ね、私がライブ中にステージでお水とか飲むとき、うん、飲んでる姿もお疲れいたんって、そういうのがあんまり、ね、水飲まないときもあるんですけど、ワンマンとかといっぱい飲むんで、うん、じゃあやっていただいてやっていただいて、どんどん姿もお疲れいたー、はい、ありがとうございます。いや、お疲れいたって言ってるみんなが疲れてるけどね、お仕事帰りに皆さんありがとうございます。お疲れ様です、本当に。え、いいですね、これ。じゃあライブ中聞けるんですか、水飲んだら。そう、水飲んだら聞ける。いっぱい飲ませましょうよもうやっぱライブの熱量がすごい日とかってあるじゃん、はい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 、あのなんかよく対バンする子が多いライブとかだと、やっぱみんなさ、うんうんうん、嬉しくてこう、うん、わーってなってるライブとか、やっぱ水飲まないとできないね、うん、暑いです ね。じゃあ私もやってみようかな、おつまりな的な。飲んでる姿もなんかキャッチフレーズじゃないけど、なんかないの。全然ないです、そういうの。なんか口癖とかないの、なんとかなのだとか言わない。全然なのだとかは待って、例えがなのだっていや、わかんないけど、なんか口癖とかね、あの、なんかおつ、おつまりなとか言うよね、高まりなとか言うよね、飲んでる。高まりないいじゃん、高まりない、いい、一応飲むから言って。飲んでる姿も高まりーな、イエーイ、高まりなっていいね、高まりな、なんかいいじゃん、スルッと5文字で、5文字、高まりな、あ、そうだ、5文字だ、5文字で、やっぱ5文字っていいんだ、5文字ですね、5文字の奇跡だ、やったねー。マリナはあっちのお掃除も好きなの。あっちって何、ちょっとわかんないマリナはあっちのお掃除持ってくるんですけど、これ どっちえ、そんなにお掃除の話よくしてるの。してます。あ、え、そうなの、はい、え、趣味が掃除、この番組でよく掃除の話をしてるの。します、します。そうなの、断捨離が好きなんで。へぇ、ベッドとか捨てますもん、買ってポイツ。ベッドは捨てるの勇気いるよね今ベッドないですもん、だから。え、な、次のさ、あの、目処も立ってないのに捨てちゃうの。はい、ベッド？ベッドなしで。え、ちょうだいよ、だったらそれ。あ、早く言ってくださいよ。布団で寝てるんだけど。捨てちゃいましたよ。なんか、もう一人暮らし始めた頃に買ったベッド、なんかもう木造というかさ、あの木だから、なんか、はいはいはい、なんか湿気とかもするから良くないかなと思って、結構前に捨てて、今普通に布団生活してる。そうなん、え、じゃあ次からなんか言いますね。うん、家具とかで、いらないものだから。うん。え、何この関係。横流し。そうそうそう、布団でもいいよ、めっちゃ良くない。布団いいです、布団いいです、やっぱ日本人布団ですよ。あの、干しやすいから、なんか管理しやすくない。わかります、わかります。ベッドのあのさ、マットレスの私は掃除の仕方がいまいち分かんなくて、 あれって業者呼んだりねするんですよ、あの、ちゃんとしようと思ったらですね。じゃないと、なんかありますけどね、布団用の掃除機とか。でもなんか心持ち、あ、違う、日本間違えた、日本間違えないなんだろう、足りない、足りない、うん、全然足りない。なんか本当にマットレス綺麗になってるか不安だから。布団いいよね、あの、気軽に干せるし。そう、そうそう、あ、ベッド派の人 1,2,3。 あ、じゃあみんな布団、あ、半々ぐらい。意外と半々。布団いいよね、布団だって場所取んないし、まず、うん、ベッドってそれ置いちゃったらもうその場取られちゃうけど。そうだね、ソファー代わりに座ればまあいいのかもしんないけど。あ、まあ、それは、うん、それはなくなっちゃいましたね。そうそうそう、布団いいよね、畳めばちょっと広くなるみたいなね。そうそう、日本人やっぱ和物が好きだしね。部屋見たい、今度写真見せてください。それはちょっと断捨離してた、綺麗そうだよね。あれはちょっと、まあでも綺麗にはしてますけど、掃除機かけるの好きなんで。
見習いたいな。前は嫌いでしたけどね。私はね、掃除しなきゃって思うとツイッターに掃除するって宣言するようにしてね。あじゃなきゃやらないから、別に見せるわけじゃないけど、なんか掃除苦手だからさ宣言してね、みんなが監視してくれてると思います。そう、なんか頑張れとか来るじゃん、リップとか。はい、ね、そうするとやろうって思う。いいですね。じゃあコメント、はい、ラジオネームプリン厚美さん、山岸さん、緊張る光線かとのことですけど、今日は、今日飛ばしてますね結構。どういう意味ですか？どういう意味ですか？どういう意味？緊張る光線。蚊ね、あの蚊ね。蚊で飛んでブーンの蚊、うん。緊張る光線が来てる。私が蚊かな？私が蚊なのかな？私が緊張る光線浴びてるのかな？緊張してるねってことなのかな。けど、わかんない。え、ちょっと待って。なんかね、緊張、難しいコメントが来る番組なんですよ。そうなんですよ。謎かけしてるんですよ。謎かけだね。いや、これはちょっと、あの、ね、終わるまでに、もう一回、なんか、答えをやっぱね。そう、答えコメントでください。あの、なんて答えたらよかったのか。いや、これはやっぱ質問だけだと困っちゃうので、答えを送っていただけるとありがたいです。めっちゃ高度なコメント来るね。いつもそうなんですよ。あ、そうなの？このプリン厚美さん？そう、なんかね、あの、なんだっけ、栗羊羹とか、なんか、プリン厚美さん頼むよ、本当。頼むよ。毎回してくれるのありがたいけど、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうございます。手を挙げましてね。いやー、そんな感じで生きてますよ。頑張って生きてます。これあれですよね。この放送とかっていつも YouTube とかで上がってるみたいで。うん、あ、そうなんだ。もう残さないでください、もう。今日どう？今日何点ぐらい調子？いや、常に100点を目指してやってますけど。うん、私本当に満足できないんですよ、世の中。うん、なんか深い。そう、何やっても満足できないから、うん、え、あります？満足できたこと。満足できたこと、なんかその時は満足しても後々やっぱあれはまだ未熟だったなとかはある。あ、結構ワンマンライブとか今まで5回くらいやってきて、うん、毎回ね、一応ね、私めちゃくちゃ上手くなった、もうこれ以上いいワンマン、うん、お客さん増えることないかもしれないとか思うけど、1ヶ月後ぐらいには、うん、いや、あれはないわ、もうちょっとやっぱ精進しなければみたいな。うん、だからなんかその時はやっぱりこう練習してきた自信とかがあって、満足じゃないけど達成感とか、まあ、あの日100点私100点って思うけど、うん、後々映像を見たり、うん、やっぱ1年後とかになったら、うん、やっぱ集客とか増えてるわけだから、うん、いや、まだまだやっぱいけたんだなみたいなのあるから、うん、満足してないってこうなんかモヤモヤすることとかはないけど、後々ね、うん、いや、なんか反省じゃないけど、まあ、あれが、うん、100点ではなかったんだなとかっていうのはある。毎回こんなんじゃないってなる。そう、毎回なんですよ。なんか、うん、満足してるって人やっぱいるけど、うん、なんか聞きたいです、逆に、え、どこに満足したのって思っちゃうね。でもなんかそれがなんか冷たいとかじゃなくて、うんうん、満足できないんですよ、何事も。ライブとかも全部向上心しかなくて、うんうん、次もっとできるみたいな、あ、こうしてけば、うん、なんか後悔は絶対にしないです、その分。あ、絶対に後悔はしないけど、うんうん、でもなんか、あ、じゃあその日は満足できてるんだ、もっとやりたいってだけで。その日は満足できないんですよ。満足はしてないの？一回もないんですよ、まだ今まで。口にはいますよ、よっしゃ楽しかったみんなありがとうってなるけど、心の中で全然まだいけんだよなみたいな。まあ、でも日々だよね。それがいいのかなっていうか、うん、悩み相談みたいなの聞いた。でもそうだよね、なんか満足、これで完璧って毎回思ってたら怖いことだよね。やっぱどっかで反省しないとさ。じゃあいいですかね。うん、でもそのでっかいさイベントとかワンマンとか、例えばあの舞台とかやってるじゃん、そういうのとかの当日はさ、あ、よく頑張ったな自分で全然いいけど、うん、全然それは絶対褒めてあげなきゃいけないけど、うん、後々さ、まあ、映像とか見て反省は絶対必要だから、うん、その日ぐらいは褒めていいんじゃない、自分のことね。その日ぐらいじゃ褒めてあげれるように。そうだよ、やっぱ毎日稽古してさ舞台とかね頑張ってるから、その日はもう私偉い、美味しいもん食べようぐらいで、そう、後日反省すればいいんだよ。ちょっと落ち着いて客観的に見れるときに、うん、そうそう、だから毎日自分との戦いですよね。今日もダメだったみたいな。いいところ、人のいいところはしか見えないんですよ、うん、逆に言うと。あ、めっちゃいいじゃん。もう本当に会った時から好きみたいな感じの生き方してて、でもその分多分反動で
自分のことは全然ダメだみたいな、嫌いになっちゃうんですよ、いつも。え、ちょっとファンのみんなさ、いつもの10倍ずつぐらいさ、これから褒めてもらってもいいですか？ファンの人もあんまり褒めてくれないだってよ、だってよ甘やかしてくれない人が多いんで。あ、そうなんだよね、はい、ちょっとみんな頼むよ、ほんと。え、そんな、そうなんだ。なんか結構私からね、見た時はすごいなんかね、キラキラしてて、いや自信持ってそうな雰囲気が。多分それがいけないんですよ。なんかすごい自信あるように見えちゃうらしくて、うん、いや1ミリも自信もなくて。 いいことだよ、自信持ってるように見えるのは、ね、うん、ね、ちょっとファンの人もうちゃんと毎日リプで1リプずつ褒めてね、まりなちゃんのことね。褒めて目合わせてくれない、目合わせてくれない。いやね、そうだから、うん、どんなね、みんな生きる上でどんなことを大切にしてるのかなって、あ、思いません？みんな、うん、え、どうです、どんなこと大切にして生きてます？私はなんだろうね、なんかなんだろうね、ちょっともうちょっと若い時は嫌だったこと全部。今も若くないですか？若いけどいや、まあみんなからしたら、お客さんとかからしたら若いけど、なんだろう、まあ20歳とかの時にみんな年上って言われてた、おっさんって言われてた20歳ぐらいの時はさ、やっぱ嫌なこととかあるともう全部忘れたい、全部嫌い、もう何にも許せないみたいな感じだったけど、最近はさ、なんかリセットはできないけど、その嫌だったこと消したりとか、20歳に戻るとかはできないけど、なんかリスタートは切れるなっていうのはがすごい分かったから、はい、なんかその失敗を糧にするとか、苦労は勝手でもしろとか、ふざけんなって思ってたの昔は言いますもんね、やっぱ大人は。そうそう、何を苦労なんかしたくないよって普通に思うけど、まあさすがに苦労したいとも今も思わないけど、でもあの苦労があったから、なんかそこでこうなんか進む道を変えたりとかさ、考え方が変わったりとかすることがあるじゃん、辛いことがあった時の方がやっぱ人間って考え事があると思うんだけど、だから、まあ、リセットはできないっていうのを受け入れられたというか、受け入れられたから今はそのリスタート最近したんだけど、やっぱりなんだろうね、そのリセットというか、あの一回活動休止した時にやっぱいろんなこと言われたりとか、辛いこともあったし、今もね、あ、なんかそうやって言われてるんだとかいろいろ思うことあるけど、でもそこにさ戻ることはできない、1月に戻って戻ることはできないから、今ねできることってなんだろうって思うと、やっぱり誠心誠意仕事を一緒にする人には接することと、歌もちゃんとね、あのこうお客さん目線になって、こう何だろう、何事も活動の方針だったり歌だったり考えることとかかなって思います。だから失敗することも、糧になったんですね、じゃあ。そうそう、結果的に糧にすることを私は大事にしてるかもしれない。その時いくら辛くてもう嫌だもう嫌だって思っても、何年後でも、まあ、何ヶ月後何年後とかなるか分かんないけど、まあなんか糧になったと思えるような、なんか進み方をしなきゃいけないなって思うね。素敵です。いやいやいや、なんか失敗もちゃんとね成功にいつかねなるんですね。時間かかるかもしれないけどね、やっぱね、多くの人やっぱりその目前でやめちゃうっていうか、成功までの失敗、あ、もう嫌だなってなって、もしかしたらその次一歩出したら成功だったかもしれないのに、その直前でやめちゃったりとかしちゃう人が多いから、まあ、根性だよね。結局根性ですね、やっぱ根性だよね。あのオープニングの、ね、話に戻るけど、やっぱり根性だと思うよね。気合と根性で生きていこうかなって、なんか根性あるよね絶対、この感じは根性めちゃくちゃ。いや全然ないですよ本当に。なんか、そう、昨日撮影で結構年上の方ともお話ししたんですけど、その方があのいろいろ話相談乗ってくれて、どっちかっていうともうやっぱり楽に考えてきなって言ってくれて、でそのさっき言ったみたいに、もう本当にこういうこともあるなっていうボックスを作った方がいいっていうか、失敗とかもなんかそう軽く考えようって、さっきも楽屋で話してたんですけど、なんか軽く考えられなくてみたいな、もうその時点でも悩み相談しててずっとそう、私今年の目標なんですよねみたいに言ってて、そうだね、まあね、生きるの大変だけど、なんか生きるのって難しいなって思うよね。そうなの、だからこそずっと長い目で見たらこんな肩張ってたら無理だなと思うから、もう肩の力抜いて、肩の力抜いて生きていこうって思いました今。よっしゃなんかお悩み解決したね。解決しましたそう、やっぱりなんか
失敗とかってした方がいいんだなって思いました、うん、本当に、うん、失敗するの怖いなと思うけど、でも多分ド M な気質があるから、うん、やっぱそういう失敗して怒られてもなんかありがとうございますって思っちゃうね最近、うん、でもさ怒ってくれる人がいる環境の失敗は全然あそういうのよくない、だって大丈夫、死なないから、そういくら失敗しても死なないから、本当に失敗しても死なない、私も失敗だらけだよもう本当に、人生本当に、いや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 、あのね、あの新曲で、あの8月に発売する CD のカップリングでマイペースでいいのですっていう曲があるんだけど、歌詞にね、逃げたっていいよ死にゃしないしっていう歌詞があって、あ、そう、私が書いたんじゃないんですけど、いやいやいや、あの作曲家の方が書いてくれた歌詞で、来た時すごい泣いちゃった、なんか私すごい、なんかね、あのやっぱり活動一回休止しちゃったことがすごい引っかかってて、いろんな人に迷惑かけちゃったしとかすごいあって、よくね泣いちゃったりとかしてたんだけど、その歌詞を見てすごい救われたので、ね、この歌をね、今度はこうファンのみんなとかで、なんかいろんなこと頑張ってるファンのみんなにね、それ聞いて元気出してもらえたらなっていう、めっちゃ明るい曲になってます。いいな、なんか歌とかってやっぱ元気もらえますよね。元気もらえるよね、本当に。さっきのこのなんだっけ、フラワーって曲も、うん、僕も頑張ってるから頑張ろうって歌詞があって、うん、なんか頑張れよっていうね、力強く背中を押す曲もあるかもしれないけど、ね、僕も頑張ってるから一緒に頑張ろうよっていうこの、うん、一緒に頑張ろうっていうフレーズだけでこんなになんか気持ちは和らぐんだと思って、うん、ね、メロディーもね、なんかフワフワしてるし、すごい明るいよね、すごいいい、いい曲だなってね。趣味なんですか、趣味。え、急に。趣味は、ね、アニメがすごい好きなんだよね、最近はでもあんまりいっぱいは見てないんだけど、うん、そう、アニメ好き、アニメとか見ない、全然見ないんですよ。じゃあ一個だけおすすめして、なんか次会う時までに見てもらおう。あ、何でしょうかな、短いやつがいいよね、12話ぐらいがいいよね、はいはい、なんだろうな、12話じゃなくてもいいですよ。怖いやつとホワホワしたやつと、ホワホワしたやつがいいです。はい、12話じゃないんだけどさ、白箱っていうアニメ見てほしい。白箱どうやって書くんですか。白箱ってどうやって書くっけ、ローマ字だったかな、カタカナだっけな。じゃあ白箱っていうの検索したら出ますか。うん、出る出る出る、みんなもチェック。白箱はね、すごいね、こう、こういう活動だったり、なんか頑張ってる人が見たら多分もうな、涙止まんなくなっちゃう、と思う。超ほっこりして頑張ろうってなるアニメ。いいですね、背中押してもらおう。じゃあ、うん、それこれですか、白箱。あ、それです、それです、もう出してくれて。いや、なんかいっぱい人がいてちょっと分かんないけど、なんだかそう、いろんな、ね、こう女の子が出てきて、いろんな、それぞれいろんなこと頑張ってる子が、あー、いろんな、そうそう、あの子はうまくいってる時に私はうまくいってないとか、まあ、いろんな結構リアルなそういうのがあって面白いので見てください、ぜひ。素敵。なんか私も結構、誰か頑張ってて、なんかぐんぐん行ってる時に、あ、なんか置いてかれてる気がするって思った時があったんですよ、一時期。でも思わなくなったんですよ、なんかそのきっかけが、その人それぞれにタイミングがあるよって言われて、もうその子はもしかしたらその時に頑張んないといけないかもしれないけど、私は私のタイミングがあるからって言われてから、あ、なんかリラックスして頑張ればいいんだっていうか、そうだね、ここぞって時のために普段ね、こう頑張っておいて、まあ、頑張ってっていうか、まあ、そんな力いらなくてもね、なんかあのちゃんとね、やることやって真面目にやってて、ここぞって時が来た時にね、本気というか、あの本領発揮できるようにね、やっぱしとくもんだからね。置いてかれたってでも思うよね。思いますね、ソロだから特にね。またなんかしんみりしちゃった、ダメ。でもすごい、なんか最近すっごいこういうなんか人生はこうだよみたいなの教えてくれる方が多くて、人生こうだよなんて、その教えてくれることじゃないけど、いや全然なんか、だからその失敗して、なんかこうしたらいいよっていうか、私もそうだったんだよって言ってくれる方が多いから、どっちかっていうとなんか、あ、そんなにネガティブに考えちゃいけないんだなって、いい意味で思えるようになって、なんかそのね、ちゃんと頑張ってるって方が近くにいると、あ、私も頑張ればこうなれるんだって。いやいやいや、そんな大層な、そんな感じ。いや本当にそう。でもなんか良かった、ちょっと気が楽になってくれたならね。なりました。この番組って、あの基本的にあのマリナちゃんの人生相談をゲストが受けるっていう形の番組で良かったですか。そうですね、普通さ結構逆だったり
りしない、なんかあのね MC の人がね結構こういろんな相談をさばいていくみたいな、うん、まあ、でもよかった、元気出たなら。いや私本当にこの番組やってて思うんですけど、うん、私がめちゃくちゃ抜けてるダメなやつだから、なんかゲストさんの方がしっかりしてるじゃないですかいつもでゲストさんに話を聞いてもらって結局は私がなんかまとめるみたいな感じになっちゃってるから、うん、そういう番組みたいですね。あ、なるほどね、うん、逆にね、だから皆さんがいての私みたいなありきのゲストさんありきの番組ということで。あ、でもなんかすごい知れたね今日マリナちゃんのねこと、一回しか対話したことなかったから。いやいやいや、こちらこそです本当に。 お便りが来たよ。答えじゃないもしかして答え来た、やっと来たか、やっと来たわよし、ラジオネームプリンあつみさん、ありがとうございます。まあ満足できないことはまだ成長できることだし、ん、答えじゃないぞこれ。失敗した場合はなんで失敗が自分を選んだかを考えた方がいいよね。待って、すごい深いこと言ってる。ええ、本当にさっきの人、え、本当に緊張ある光線出てた人のように、うん、カーとか言ってんだよ、うん、カーとか言ってんのに何、満足した失敗、ん、満足した失敗、ん、どういうこと、満足した失敗、あ、満足した失敗をしないのが、だからあの、なんだろう、満足、終わったみたいな感じよりも、ん、どういう意味、満足した失敗しないのが一番気をつけない、ちょっとわかんない、結局わかんない満足した失敗しない、何か教えて答えを満足した失敗しないのが、あ、わかった、失敗を次に生かさなきゃいけないよって意味だ。まあ多分そう、そういうことだよね、そういうことですね、そういうことだ、一番気をつけないといけない位置だね、うん、ということですね。いやー、なんか結局は綺麗に収まっちゃいましたね、この失敗してもね、うん、なんか成長できるんだよってことを石木麗さんに教えていただきました。わーいなんだこの番組、なんだこの番組、あ、はぁ、あ、芋羊羹ってプリンあつみさんから来てますね生きるための逃げはありです。うん、逃げていいの、うん、逃げかどうかはね自分が決める、人がねあれは逃げたって言っても気にしなくていいんだよ、自分が好きな人と仕事して好きなようにやったらいいと思います。なんだ、うん、なんだろう、毎日こういう話してもらってるんだよね、そういう時なのかな今。そう、いろんな人の意見聞いてさ、全部聞かなくても、いやでも結局はみんな同じこと言ってるんですよ、うん、みんななんか失敗しても次やればいいし、力抜いていこうよっていうか、うん、なんかその失敗自体が成長してるから、うん、そのもっと良くなろうって向上心だから、主観的には大変かもしれないけど客観的に見たらめちゃくちゃあれ、あの、なんだろう、羨ましいことだよって言われました。はい、じゃ あ失敗したって命取られるわけじゃないという名言をね、うん、残していただいたので、それでは奇跡レイさんから告知を。はい、この前のね6月9日にワンマンライブやったばっかりなんですけど、なんと8月11日も生誕レコ発ワンマンライブ開催します。すごい、しかも生誕祭。はい、場所はね6月と同じ新大久保クラブボイスさんで行います。結構ねアットホームな箱になってるので、奇跡レイ初めて見に来る人もね近くで見れるし、とってもね楽しいライブになるんじゃないかなと思います。この日もね生バンドでね、CD も発売、誕生日も盛りだくさんな日なのでね、夏の思い出みんなで作りましょう。よろしくお願いします。はい、では私から告知をさせていただきます。7月の5日から8日までカルマ袖ふれあうも多少の縁に出演します。本当に出演するの？はい、本当に出演します。はい、この舞台はですね初めて朗読劇に挑戦しまして、ストレートのお芝居と一緒かなと思ったんですけど、やっぱそのね台本を持ってやるっていうのはちょっと難しくて、どこでこの目を落としたらいいのかっていうか、この本を生かしてのそのやり方とか、しかもまずあの役どころがすごいすごい大変で見ればわかるんですけど、みんなびっくりする。本当になんか稽古始まる前からずっと言ってたんだけど、もうねなんか初めて、やっぱこれはねお芝居やってるからの楽しみだなっていうか、このいろんな役ができるっていうか、まだ経験してないこととかもあるじゃないですか、うん、それも経験できるっていうのを存分に生かした舞台になっていますので、会場はですね、そうシアター新宿
スターフィールドですね。はい、よろしくお願いします。楽しみだね。いや楽しみですね。そしてですね、来月のゲストはロマンス注意報の皆さんです。はい、7月19日ぜひ来月も見てください。よろしくお願いします。いかがでしたか？楽しかった。なんかあれだね、あっという間だったね。本当ほとんどなんか女子のなんかあるある、女子っていうかあの演者あるあるとか話してて、私あと最後結局はもう悩み相談をするっていう番組で終わりましたけど、もう毎回そうしていこっかな。あ、私結構悩み相談したいタイプっていうか、いろんな意見聞きたいもんね。そう、もう好奇心っていうか、もうみんなに聞いて聞いてみたいなタイプなんで、じゃあ名前変えましょう、来月から。山岸まりなの悩み相談会みたいな。よっしゃ、こっちがね、こっちがね。はい、じゃあそれではありがとうございます。